アイスランド防空レーダーサイトアイスランド防空システムのレーダー探知範囲と防空圏防空圏おおよそのレーダー探知範囲アイスランド防空システムはアイスランドにおいてその領空を防衛することを主たる任務とする組織である1987年にアイスランド外務省の下で設立され2009年から2011年の間に アイスランド防衛庁の参加に属した、レーダーサイト4カ所、ソフトウェア支援施設、指揮管制センターを有する。2008年現在、この機関は敵地攻撃能力を保有してないが、航空交通を監視し、国外の同盟国の迎撃機の誘導などの義務を行っている。米国務省のウェブサイトによると、アイスランド政府の2008年度予算のうち、 防衛予算は初めて820万ベイドルとなった。この防衛予算は、協力的防衛活動の支援、アイスランドでの軍事演習、及び防衛関連施設の維持管理に充てられる。2010年初頭には、アイスランド航空防衛局は25人の隊員を抱えていると報告した。ありがとうございます。